さあ皆さんこんにちは。今日はですね、燃料ポンプ周りの作業をやってます。最近流行りのカーボンケプラーテフロンホースっていうのを使ってるんですけれども、燃料の匂い、ガソリンの匂い、まあもちろんこの車はドラガス仕様なんですけれどもガソリンの匂いがね、このホースを使うと全く車内に入ってこないんですよね。ドラガスって言ってもまあちょっとオクタンが高いガソリンなんですけど、やっぱ目がしばしばしちゃうとかっていうことがあるんですよ。なおかつこの車とかって窓が開かないんで結構ね地獄なんですよ、目と鼻が。それをですね、このカーボンケプラーテフロンホースってやつ、高いんですよこれ。メーターで1メーター1万以上しますからね、8番で、まあ、そういうものを使って、それ用のフィッティングを使ったりするので、まあ細かく言うと結構ここのトランクの中だけでも金額は結構しますね。まあこの燃料ポンプもやたらでっかい燃料ポンプで、これもなんか結構いい値段しそうだねこれは俺が選んだわけじゃないんだけれども、またこのラジウムっていう燃料タンク、これもなんかアメリカ製のなんですけど、今まで俺は ATL とか使ってたんですけど、初めて使うんですけど、重いんだよねこれね。なんかね、そんなになんか独創的な良さがあるのかっていうのはちょっと疑問なんですけど、まあ一応つけました。今フィッティングを取り付けてるんですけど、まあこの辺の作業はね手慣れたもんなんで別に取ったことないんですけれども、とにかくねパーツが高い、びっくりしちゃいます。いや本当に結構毎日毎日ね、パーツを、細かいパーツを頼んだり、ホームセンター行って材料を買ったり、参ってますね。まあでもね、これはまあ昨日一昨日やった作業ですけれども、今日なんかはだいぶ、こう物が形になってくるんでね、そういった意味では楽ですね。気分が楽だね。熱レギュレーターを取り付けるステをつけて、で今燃料ポンプを取り付けるステを今溶接してます。もうね、毎日毎日溶接してるから、もうどうにでもなれって感じ。グローブすらしないよね。ちょっと熱いけど、もう指先はもうなんかね、手と指先、なんだろう、なんかチク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 してますね、ずっと。
これで溶接終わりましたね。まあ、がっちりですね。まあ、俺の溶接はまだ取れることはないと。ちょっと休憩かな。ああ、カメラ持ったのね。ああ、カメラ持って見せるのね。ああ、溶接の後をね。まあこんな感じですね。こんな感じでね、組み立てていってるんですよ。何しろ固定カメラなんでね、真ん中の黒いのが粘圧レギュレーターね。この赤いのがでっかいのがポンプです。これはね、何馬力に対応するの、これ超でかいポンプですね。これ1個で賄ってます。だからインタンクとかコレクターとかそういうのないです。コレクターの中にタンクの中にポンプとか入れてないです。ポンプ1個です。これで吸い出して送り出すと。まあ、実にシンプルな作り、シンプルな作りにしてますよね。ここがつけば完成ですね。こんな感じになってますね。さあ場面が変わって何をやってるかというと、ボディを切ってます。ボディに穴開けてますね。これはね、もう結構アンパネをつけたりして車の下にジャッキを入れるってことがかなり不可能なんですよ。でヤシオファクトリーってちょっと道路から坂になって登ってるんですよね。だからアンパネが7センチの車高だと下降りれないのね。だからこれをつけて両サイドからパイプをつけたジャッキを差し込んで、それでジャッキアップを簡単にするという、そういうものを今こしられてますね。まあ、これ意外とねお金がかかんなくて便利なんですよ。まあタイヤをちょっと外径でかいタイヤに履き替えるとかそういうことで、まあ、タイヤがね持ち上がればいいだけの高さがあればいいんで、そういった意味でちょっとこれを作ってみました。
というわけでね、G2WING の、ステイのブラケットとかその辺ももう出来上がってきてるので、次回には G2WING が車から立ってる姿もお見せできるかと思います。6月の終わりに積み込みが決まったみたいなので、それまでにねシェイクダウンやってちゃんとね走らせたんで、まあ、やけどしながら頑張ってます。皆さん WTSC 応援してください。以上です。